32番の3項のところですね。熟眠や気絶もヨーガスートラに従えば心の活動、チッタウリッティである。僕たちが知っているようなことは全て心の活動、チッタウリッティ、あるいはそれに基づいたこの体のブリッティ、活動、カヤブリッティなんですね。体の行動、あるいは活動の脚本は心の方ですから、問題は脚本の方なんですね。さっき中村さんの例で言いましたように、脚本が変われば行動も変わるということは、脚本が変わらないと行動は変わらないっていうことです。脚本を見てこれはおかしいのよねって評論家みたいに話しても、行動はおかしい行動をするっていうことです。脚本が変わらない限り、第8式のパワーが皆さんの身体という氷山の一角の活動を規定しているということです。ですから、ヨーガっていうのは心の活動に目を向ける作業なんですね。一章の二節にチッタブリッティって出てくるのはもうヨーガっていうのは、ラージャヨーガっていうのは、あるいはアシタンガヨーガっていうのは、チッタブリッティだけを問題にするんだよって教えてるようなもんですよ。心の活動であるから、その他の心の活動と同様、第8式チッタの記憶エネルギーが源泉になっている。源泉あるいは脚本と言ってもいいでしょう。その脚本をほとんどの人は見ることができないんですね。親からも大学院までも自分の第8式の脚本を見るっていうような教育がなされてないんです。そういうことは教育体系の中に入ってないんですね。だから大学出て社会人何十年やっても自分の個々、脚本がどうなっているのかなってまず考えないわけです。修行しなくてもよほど悩んだ人たちがね、カウンセラーにお世話になって少しずつ自分の心を見れるようになる。まあその程度かと思いますね。積極的に由意識とかヨーガの修行で第8式あるいはチッタを見ていくんだなんていう人は、まあヨーガに関係している人たちのごくごくわずかですよ。ほとんどは体操をやったり、呼吸法の練習したりとかね、あるいはインド旅行に行ったりとかいうことで、インドに行こうがアメリカに行こうがどこに行こうがね、自分の脚本っていうのは自分が動いていくその心身の心の方の奥深いところ、第8式に書いてあるわけですから、脚本変わらないでインドに行こうが誰と出会おうがね、意味ないんですよ。巡礼暗夜なんてしたって大して何もなんないんですよ。巡礼暗夜してきたっていう慢心の脚本が足されるだけですから、他と何もなんないんですよ。どこそこにあなたは行きました、参加しましたっていう参加証とか証状、壁に貼っといたって脚本変わんないでしょ。まるっきり関係ないのね。ただの紙切れですから。まあ、皆さんの発電所は第8式、記憶エネルギーが源泉になっている、その源泉発電所はね、個人レベルでの発電所は第8式だっていうことをしっかり頭に入れておいてください。第8式チッタに記憶エネルギーとしての源泉がないものは出てこないのである。皆さんが瞑想中に、あるいは日常生活でひょいと何かを思いついたとしたら、そのストーリーの脚本はすでに第8式にあるものだけだっていうことです。とんでもない発想が出てきたっていうようなこと言うけども、とんでもない発想は第8式にちゃんとあるんですよ。とんでもない時に出てきただけの話でね、ないものは出てこないんですね。これはね、皆さんが泥棒はしないけれども、カバンにね、なんか盗まれたものが入ってた、そういう事件に巻き込まれることはあっても、第8式にね、自分の五感を通じて入力しなかったものが、誰かによってね、泥棒扱いにされて、いたずらされて入れられたって、そういうことはないんです。これだけはごまかし聞かないんです。まあ、心にもないこと言ってしまいましたって、心にあるから言うわけでしょ。心にもないこと出てくるわけないんですね。ですから全部第8式に源泉があるっていうことですね。私は眠りから覚めたとか、私は気絶から回復したというからには、私という記憶エネルギーが第8式チッタに存在していることになる。これは気絶した人でもね、目が覚めると、気絶から覚めますと、ああ、私は気絶していたんだなって、その私っていうものがすぐ出てくるんです。即刻出てくるんですね。熟眠でも一緒ですね。ということは、熟眠者においても気絶者においても、私意識は眠っているだけですぐ目覚めるっていうことですね。
眠ったり起きたりしてるだけでいつでもあるっていうことですね。第八識には受胎時から持っていた記憶と出生以降に外から入力された情報の記憶とが混在して保存されている。僕たちがおにゃーっと生まれる前、母体にいた時の記憶っていうのも、まあ膨大といえば膨大なんですね。一個の人間という生命体が持っている情報っていうのはものすごい数なんですね。後から学習したものを入れなくてもね。例えば父親と母親からこう受け継いだ遺伝子の情報量っていうのはこんなコンピュータどころじゃありませんのでね。大型コンピュータにも入らないぐらいの情報がたくさんあるわけなんです。それプラス毎日毎日生まれた後ね、五感を通じていろんな情報が入ってきますから、それが膨大に積み重ねられていってしまうわけなんですね。その膨大な情報量の中から、これを探す、あれを探すって、一つ一つに分けていくのは、まあ、至難の業ですね。何千万枚っていうカーペット重なっているところの奥の方にあるようなものを見つけるっていうのは、これは至難の業になるわけですね。あと、赤ちゃんの時に保存していた、母体の中で保存していた記憶は出生とともにホルモンの働きによってかなりの部分が失われる。そのようになってるわけなんですね。なぜなら、生命活動する場が違うので、呼吸活動する場とね、呼吸活動しない場とでは環境がまるっきり違うわけです。そういうことに対応させるように、ある種の記憶はお母さんが母体がね、赤ちゃんにホルモンを分泌して消してしまうわけです。さあ別な場に出るんだよ。赤ちゃん役者にね、お化粧落として受胎衣装を着替えさせて、今度違う役だからねってね、こう学芸会みたいなものに出してやるようなもんですね。で、物の方によると赤ちゃんの頃は目が見えるようになってからの話ですが、似たものを写真のようにカシャッと記憶する能力に優れてるんですって。ですからお母さんを覚えると、パッと見ただけでこれはお母さんってこう一瞬時に認識できるわけですね。で、その記憶もあの細胞、脳細胞がね、入れ替わるに従って、そういうのもなくなっていって、だんだん成長していくと、少年、少女から成人になっていくとね、そういう幼児の時に持っていたカメラアイっていうんですね、キャメラアイ、あの写真のような目。目で見たらそのまんま映像として覚えるっていう能力ね。それが失われていって、これは何、あれは何っていう分別的な記憶力が発達するっていうことらしいんですね。ところが、そういう分別記憶のための脳神経、脳細胞が発達しないで昔のまんまで残っている人たちが、要するに一種の精神病なんですが、精神障害なんですが、そういう人たちもいるんですね。で、そういう人たちの場合には、画家タイプだと見たものね、目つむって、別の部屋に連れて行って書かせると、その通り再現するわけ。音楽だと、なんか、ピアノの曲でもね、何の曲でも聴かせて、再現してくださいって言うと、その通りピアノとかで再現するわけ。要するに、丸ごと記憶する能力。その代わり、あれは何、これは何って分別できない、まあ、精神障害みたいな。ですから、幼児の頃のね、能力を、分別能力を持ったまま成長したとすると、これは超能力ですね。リベーカーなんだなんか、そういうキャメラアイっていうのを持ってたんですね。百科事典、分厚いの、何十冊も見ていっても、カシャカシャカシャって、自分の目から写真で撮るので、分厚い百科事典の何ページには何書いてありますかっていうと、即座に答えられたそうです。覚えるんじゃなくね、カメラとして写真を撮るように脳に移植するわけね。スキャナーでなんか書いたものを読み取って、コンピューターにあって、あれ出してくださいって言うと、パッと出せるのと一緒です。そういう能力は何がしか、どんな人間でも幼児の頃までは持ってるっていうんですね。で、それが失われていく。失われていくことによって、世間でいう大人になっていくんですね。ですから、超能力っていうのは、特別な能力っていうより、生まれた時から持っていたものが、そのまま残されて、なおかつ、大人としての分別能力とか、そういうのも使えるっていうんですね。筋肉でも僕ら、まあ、火事場の馬鹿力今出せませんけれども、火事場の馬鹿力、火事になればですね、重いものでも簡単に持ち上げるでしょ。計算によると、大体大人の片腕でね、250キロぐらいは持ち上げられるんですって。両腕は500キロ。ですから2人いるとね、1トン車持ち上げられるほどの力あるんですって、この筋肉には。ただ、緊急の事態にならないでそういうことをやろうと思うと、筋を壊しますので。
ですから超能力者は大体体壊してるんですよ。岡田虎次郎先生も霊視とかはやれば、透視とか霊視はやればできるもんだ。でもそんなことばっかりやっていると病気になってしまうって言ってたでしょ。誰でもそういう能力は持ってるんだけども、120%出そうとすると、通常の状態で働いている視覚能力とか筋肉とかは壊れてしまう可能性があるので、そう出さないように20%程度でね、収めておくようにっていう自然の配慮があるわけなんですね。だから超能力っていうのは眠っているだけでないんではないんですね。皆さんにもあるんですよ。けれども出ないようにして普通の生活を営んでるわけですね。ですから超能力はヨーガスートラなどでは否定されてるわけです。あるいはほとんどのマスターが否定してるわけです。そういうのに色気を出すとどうなるかっていうのは、サイバーバとか芳賀昇さんとかね、大小あれこれあるけれども、霊性の道を歩むことは非常に困難になるわけですね。100メートルを9秒ちょっとで走れるからって、起きてるときいつでもそんなスピードで走ってごらんなさい。1日持たないで死んじゃうから。そういうことです。で、もう必要な能力を開発しようと思っても、開発できないのもまた凡人の限界なんですね。なんかやろうと思ってもね。だから眠っている能力、眠っていると言われる、まあ、残り80%とかもっとの能力をどのようにして出して、感自在、自分の大発信の脚本を感自在、自由に見れるようになるかって、そこには能力を積み込まないといけないんですね。労力をね。修行、努力を積み込まないといけないんですね。でも、普通の生活と同じように皆さんしてるでしょ。20%の力で余力は温存したまんまでしょ。それで見れないんですよ。僕は温存しないで、それにもう命をかけて修行してきたわけです。だからかなり見れるわけです。自分の他の人のもね。で、明け方に今日起こる予定表なんて勝手に見えるようにもうなっちゃってしまってるわけなんですね。十何年前からね。だから、労力を使うっていうんなら、自分の修行努力を使うっていうんなら、大発識に対する感自在源ね、目ね、感自在の目を養うことに使ったらいいんですね。その他のことは放っておいたらいいんですね。そうじゃなく世間のあれやこれやの価値観を追いかけるから自分見れないわけですね。まあ、受胎時から持っていた記憶も問題はありますけれども、まあ、それ以上に自分で獲得してきた情報に、自分で価値観を見出して置いてきた、価値観を置いてきた情報をね、それの修正が大切ですね。皆さんのレベルだとね。まあ、親から刷り込まれたっていうものももちろんあるんですが、それ以外に自分で本読んだり、まあ、親、学校からの教えをもとにして自分で価値体系を構築してきたはずなんですね。その構築してきた過程で間違ってるっていうか、洋画的じゃないものがたくさんあると思うんです。近海感化へ。do power, do not power でね。ですからそういうものの修正ね、いらないものはのけて置き換えるとか、なかったら入れるとか、そういう、作業が一番必要なんじゃないかと思うんですよ。まあ、例えば中村さんが有名な大学、一流大学の経済学部に入りたいとかっていう夢を持ってた時があったでしょ。そうするとそういうのは親や学校から刷り込まれた情報をもとにして自分で構築してきたんだと思うんですね。もちろん一流の大学に入ったらいいっていうのは世間でよく言われるし、もし行くんならいいところに行った方がっていうような親からのそれとなくの話などの土台があってね、その上に自分でこれからの人生を考えた場合、二流三流の私立に行くんなら一流の国立大学に行った方がいいって頭で構築してきた時代があったと思うんですね。一旦そういう価値体系を構築してしまうと、それが脚本ですので、それに縛られて頑張らなくちゃって、こういう感慨を自分で作っちゃうわけです。do power ね。僕は幸いそういうのを作らなかったんですね。高校の頃勉強しませんでしたので、大体学校の勉強っていうものに非常に疑問を感じて、自分で選んだ小説とか思想書とかそういうものを読むのを好きだったもんですからね。学校で点を取るっていうようなことに興味を置かなかったので、一流の大学に行ってどうこうっていうような発想出てこなかったんですね。どこでもいいから推薦入学で入れるならそれでいいって、大学生は暇なんだからその間に本たくさん読んだり音楽やろうってこう思ってたわけ、僕は。そうすると中丸さんの価値観の構築と僕の価値観の構築はまるっきり違うわけね。同じ世代だったにしてもね。高校生の頃何考えてたかっていうと、まるっきり違うこと考えてたんだろうと思うんですよ。まあその後、中丸さんやっぱり学校の先生になったし、僕は自由人っていうか定職持たないでなんとかかんとかしのいできたんですね。
ですから若い時に気づいた価値観っていうものはその人の人生の大半を決めちゃうんですね。で、中村さん、20年ぐらいしてからまた別な価値体系の構築に取り掛かったわけね。回るような生活を目指してね。まあ一度でも転換できた人はまた転換できる可能性あるけど、一度でも転換してない人はこれは転換できる可能性はないんですよ。一度でもね、自分が持ってきた価値観を変えてしまうっていう体験してれば何度でもできると思うんです。そういう癖もついてきますしね。別にこうだったらこうやればいいじゃないかっていう自由な発想になりますしね。それでその第8式の脚本を見る感じ材の目をどうやって養うかっていうことが問題になるっていうことなんですね。第8式の記憶の全体像を見る感じ材の感、見ることができる人は極めて稀である。これは、根性の第8式どころか、ずっと遡ってみたっていう、ゴータマ・ブッダとか、パーパージーとかね、おられますけれどもね。まあ、そこまでいかなくても、今、自分が限定しているだけの第8式の記憶の半分以上でも見てみようと、それぐらいは自分でね、心がけないととても見れるものではありませんね。まあ、できれば臭いものには蓋をしておこうっていうことですのでね。あんまり見たくないものは、よしておこうって普通の人はそう思うはずですよ。修行して見なさいって言われてもなかなか見たくないのが自分の心だと思いますんでね。つまり、感自在ではない。ね、ですから、般若心経に出てくるアバロキテイシュバラ、感自在菩薩はどうして下脱できたか、修行者から下脱できたかっていうのは自分の第8識を感自在できたからですよ。で、全部ほどけたわけですね。アバロキタっていうのは感ですよ。イーシュワラっていうのは自在、自在種ですよ。自由自在に見れるっていうのは、覆い隠すことなく、ありのままを見る勇気と力を持っていたっていうことですね。普通の人は勇気も力も持ってないんですね。第8識チッタを拠点として出没する私。黒いところ、その後も飛ばして続けて読みますと、第8式を拠点として出発する私は、挙出没する観念エネルギーに過ぎない。これも何度も何度も言ってきたんですが、思うからあるんで思わなければないんですよ。それを挙出没というわけです。皆さんが何か空想したとするでしょ。そうすると、その空想内容が皆さんの第6式に、スクリーンに投射されて、第6式というスクリーンに投射されて現れるんですよ。皆さん、初恋の人を昔のまんまの姿で思い出してくださいって言うと、皆さんの第6式というスクリーンね、にパッと初恋の人の昔の記憶の映像が蘇るわけです。で、しばらくして僕があれこれ説明していると、そんなことを忘れて別なことが第6式に浮かぶでしょ。思うから出るんで、思わなければ、思ってない時間はないでしょ。そういうのは挙出没って言うんです。つまり、実体がないっていうことですよ。挙出没するものには価値はないっていうことですよ。プンジャ人はね、前にも言いましたが、クリシュナ神と戯れると、いつでもクリシュナを持ってるので、クリシュナがもう生きた人間のようにそこにいるんだって、プンジャ人は言ってたわけ。で、マハルシに、何してたんだって聞かれたら、アルナーチャラの裏山の方に行ってクリシュナ神と戯れてたんだって言ったでしょ。そのクリシュナ神とやらはいつでもお前さんと共にいるのかって、ラマナ・マハルシに聞かれたら、いやって言ったわけです。この挙出没です。で、マハロシは、それは実在かって聞いて、プンジャジーは、はっと悟ったわけです。あ、クリシュナ神といえどもね、実在ではないのだって、その時に、ラマナ・マハロシの指摘によって初めて分かったわけなんですね。それまではもう、クリシュナ神に入れ込んでて、クリシュナ神が最高だって思ってたもんですからね。だから、思えばあるし、思わなければない観念エネルギーに過ぎないんですよ。すべて神様でもね、キリスト教徒たちが言っている神とか、イスラム教徒たちが言っているアラっていうのは挙出没する観念エネルギーなんですよ。熟眠してる時にね、イスラム教徒たちもアラーなんて思ってないんですから、何も考えてないんですから、眠ってるわけですから。God bless America っていうね、アメリカ人たちも熟眠してる時は God なんて出てきてないわけですから、観念なんですよ。ここがなかなかわかんないね、キリスト教徒にもイスラム教徒にも。あるいは仏教徒の仏ね。仏は常にいませども、つって熟眠してるときいないじゃないですか。それは全て観念だってマハリシ言ってるんだけども、これがなかなかわからないんですね。よほどの修行者たちにもわからないんですよ。観念エネルギーに過ぎないので、あると思っている限りはあるが、あるという思いが解消されてしまえばないのである。思っていないときはないっていうことですね。
ですから、存在と認識は一緒なんですね。存在しているっていうことは認識しているっていうことです。存在していないっていうことは認識してないっていうことです。それでサト、チットっていうんです。サト、存在、実在。チット、認識です。色。虚出没じゃない唯一のサト、実在するものとチット、自分の意識が一体になったとき、ああなんだ。強いて言葉で言うと、ああなんだ。言葉では表現できない私服と一体になる。それがサッチって、ああなんだね。で、その名前を付けたサッチナーなんだっていう病人たちがあちこちに、インドのあちこちにいるわけですよ。ラマナマハルシは、私という虚出没する観念エネルギー。その他の観念エネルギーのこれは親分ですから、この私が出ると、それに付属するいろんなものが出てくるんです。私の夫、妻、子供。私のものね。私の家とか。私っていうのはですから、ゾロゾロゾロっていろんなものをこうくっつけて歩ってるようなもんですよ。私という虚出没する観念エネルギーこそが解脱への道しるべであると言っている。この私という虚出没する観念エネルギーね。それだけを何度も何度も捉えるわけなんですが、普通は皆さん瞑想中に考え事するのは私がこう考えたの、考え事の内容の方だと思うんですよ。考え事に気づいて手放すっていうのは、私じゃなく。あれこれ考えてしまってるでしょ？それからその思いを手放すので、私を見つけられないんですね、私の正体を。まあ、例えば黒子がね、人形を操ってて、皆さん舞台から人形を見てると思って黒子を発見できずにね、黒子に気づかずに人形に気を取られてるようなもんですよ。子供なんか簡単に馬鹿にされるでしょ？人形に、こう、棒、やっぱり指入れた人形でこうやってると、その指とか棒が動かしてるなって思わないで人形が本当になんかゆったり動いてると思ってじーっと見ても熱中してるでしょ？あれと一緒ですよ。ですから大人じゃないんですね。世間の大人も小人なんですね。小人なんですね。精神的な小人なんですね。現象にみんな気を取られて怒ったり泣いたり悲しんだりしてるわけですから。タリバンとアメリカなどの戦いもね、指人形かなんかつっかえ棒みたいなのでこう動かしてやってるんですよ、神様が。神様を見てる方はね、あれはこけ、こけ、芝居だからって思ってるわけですよ。でもそうじゃない人たちは自衛隊を出せとかなんとかってやってるでしょ？ 偉い騒ぎをやるでしょ？まずはこの道しるべを見つける必要がある。まずはっていうより、まずは、普通はね、考え事に気づいてそれを手放してね、あれこれ考え事をするのは私という思い、という親分がいるからだからね、まずは子分の方を手放してねって、そういうふうに段階的に全集でも教えるわけですね。見知らぬ人の家を探し求めて、やっとその人の表札を見つけたとしよう。まあ皆さんが紙にメモ書いてもらってですね、こういう住所の家を探してください。名前はこうですからっていうと、地図、そのメモを頼りに、まあ探し求めていってですね、で、やっと見つかったと思うと、その家の表札を見て、確かに何の誰それって書いてある、団地もこう書いてあるからここだろうっていうのは当てをつけますでしょ。そして、そのたどり着いた家にね、入ることができると、家の中には表札はもうない。ここで言っている表札っていうのは、私という思いで、そこに行くまでの道が考え事です。あれこれ地図に書いてあるようなことね。考え事をたどっていって、私という表札に出会うでしょう。私意識を発見して、その奥に入っていくと、表札また出てるんですなんて、そういう家もあるかもしれませんがね、普通は表札超えて玄関通ってしまえば表札はないわけです。ホームね。私という表札を超えてしまえば、そこはもう表札の掲げられていないホーム。セルフの館である。ということで、まずはその私という表札を皆さん確認しないといけないということですね。まずは考え事に気づく。で、瞑想中にも考え事に気づかないでたくさん時間過ぎますでしょう。あとは明け方、先ほど言いましたね、明け方の夢。ほとんど1%、2%程度しか思い出せなくて、あとはもう忘れてて、また日常活動を始めていろんな情報の垢を入れてしまう。そういう繰り返しだと思うんですよ、普通の人は。それでは私という表札を見つけることはできないっていうことですね。ここ何かご質問ありますか？ここも非常に答えの方がね、深い内容を持っていると思うんですけれどもね。質問だけでは何のことかわかんないから、ブラハマンハート、私、脱落新人、セルフ、自己の正体。
それらを顕現させるためには、マハルシの答えにあるように、関係性に価値観を置くことをやめないといけないということです。一言で言うと。内山老子は兼ね合い関係って言ってましたね。兼ね合い関係の価値観っていうのは、霊的には無価値だっていうことです。価値がないっていうことです。兼ね合い関係っていうのはいつでも変わるでしょ。これは私の妻です、夫ですって言ったって死んじゃえば、妻でも夫でもないんだから。でしたって過去形になりますしね。価値観っていうのは常に天変するんですよ。天変するものにどれほどのあなたは価値観を置くのかっていうことですね。頭は化け物ですから、皆さんの頭の中で初恋の人は、年30年も50年も取ってないでしょ。ねえ。死んでるかもしれないけれども、生きてるでしょ。まだ10代か20代そこそこのあれで、頭は化け物作りの名人ですよ。虚出没の名人なんですよ。それで作った価値観ですから、くだらないことの積み重ねみたいなものでしてね。大して意味はないっていうか、どうでもいいようなことなんですが、そのどうでもいいような情報がたくさん大波式に溜まってて、それで自分ががんじがらめになってるっていう実態なんですね。それを何とかしようっていうことです。